中国地方にもこの乱世に領土を広げつつある勢力があった。代々大内家、天子家という大大名に貸し付き従ってきた少領主毛利家である。当主元就は大名の傘下から脱却すべく、吉川小早川氏を子に継がせ地盤を固めた。そして大内家の家老末春方が謀反し実権を掌握したのを見て勝負に出る。厳島に城を築き、流言を持って大内軍を誘い込み一気に殲滅させようというのだ。今末春方率いる大内軍3万が厳島に攻め寄せる。迎え撃つ毛利軍は5000の貨幣だが、海戦間近瀬戸内海の遥か彼方に大船団の影が浮かび上がる。元就に内容をした村上水軍であった。ここに希代の作詞と謳われた元就の戦が始まる。第2話厳島合戦。父上、今夜厳島へ出陣するのですか？こんな嵐の夜に本気で海を越えると。行くさ。こんな嵐の夜を待っていたんだからね。敵は3万、味方は5000に足りない。兵力差を補うため海軍の動かしにくい厳島に敵を釘付けにしたけど、まだ足りない。敵は嵐の夜を越えてくると思っていない。敵の意表をつくのが歴史上勝利の鍵だよ。それにこれ以上楽に勝てそうもないんだ。じゃあ行こうか。やあ、君も力を貸してくれるそうだね。ありがとう。期待しているよ。
にある詰め所の兵を襲うか。歴史的な橋頭砲を作るためにね。相手はすげえ張るか。これぐらいの備えはしない。詰所を制圧できたみたいだね。これは兵が続々と出る陣地みたいなものさ。敵の詰所の兵を撃ち取ると次から味方の兵が続々と出陣するよ。水軍が来る前に城が落ちたら話にならない。敵に悟られないようこっそりと加勢しよう。いや、君を見てると飽きないよ。みんな、夜のうちに密かに上陸できたようです。海からの援軍が来れば奇襲になりますね。嵐の去った清々しい朝、いきなり見知らぬ毛利軍が現れるわけだ。大将ハルカもこれにはびっくりするだろうね。開門。
勝の歴史終わらせちゃったね。なんて強さだ。目覚ましきを働き、お見事。勝利への布石をもう一つ打っておこう。中央砦の門を突破して砦を奪うんだ。から一斉に攻め立てろ。御堂上の会場の王林兵だと。急に増援を出せ。策はあとは個々の頑張り次第だ。よし、兵の戦意を上げるとしようか。もう負けられぬ。連続して敵に攻撃を当てれば倒しやすいし戦も楽になる。やってみるかい。厳島神社で何か祈願してなかったかい？はっ。息災を願っておりました。そのために我が命を捧げると。あまり嬉しいな。長生きしたくないよ。強そうな将が出てきたね。武装を使って倒すとしようか。
この気迫で進む。なんて強さだ。やるわ。我らも負けられぬ。いや、君を見てると飽きないよ。強さだ。見事、我らも使えば。この感じで進む。なんて強さだ。見事な武魔だ。この一戦が終われば、日本の歴史は動く。そして、日本の歴史も。歴史を綴るのは楽しいけど、歴史を生み出すというのも面白い。この戦はきっとあの若者たちにも影響を与えるだろう。そしてまた若者たちが歴史を生み出す、その軌跡を綴ることができたら最高だろうね。この企画で進む。なんて強さだ。見事な不働きよ。門を守備している軍団の将を倒せば開くことがあるよ。この時点で門があるから近くにいる敵を倒してみればいいんじゃないかな。行くぞ。
見事、我らも続かねば。接近、助けてくれ。この客で進む。なおの強さだ。見事な手働きよ。撃破、撃破。隣に踊らされたか。退却し、最強を運ぶ。全軍船に向かう。敗北条件変更。功績はシルスに値しないね。
今回の戦で百万一心という言葉が強く頭を巡ってるよ。百万一心、一人一人が自身という国の君主となり、力、私はね、それが理想だと思ってるんだ。今回の戦はそれを体現できた戦だった。君の活躍は抜きん出ていた。お礼を言わせてもらうよ。ありがとう。私の百万一心の理想を実現させるには、一人一人が見据える先を自覚する必要がある。君にはそれがあるかな。それは頼もしいな。君たち若者が目覚ましい成長を見せてくれて、良い歴史が展開することを望んでいるよ。関東では川越野戦以降も各国の雄たちが覇権をめぐりしのぎを削っていた。北条氏康、武田信玄、上杉謙信の構想は後に関東三国志と呼ばれる三つどもえの争いとなる。武田、北条、今川の間で構想寸三国同盟が結ばれると、武田は北信濃で領地を拡大。武田に土地を奪われた豪族は義の兵謙信を頼る。それを捨ておく謙信ではなかった。甲斐の虎武田信玄、越後の龍上杉謙信、両雄が川中島を挟んで対峙するのは3度目。龍虎の対決の火蓋が今また切られようとしていた。第3話、第3次川中島の戦い。敵将信玄は軍略に優れ、筆滅の策を用い、甲斐の虎の異名を取る希望の将。謙信、あなたは彼と対するのにどのような心。運は天にあり。鎧は胸にあり。手柄は足にある。何時も敵を棚心にして合戦するし、傷つくことなし。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するもの。家を譲るより帰らじと思えばまた帰る。帰ると思えばぜひ帰らぬもの。不浄とのみ思うにたがわずと
武士たる道は不浄と思うべからず、必ず一条と思うべし。見事な心映えです、剣士。さあ、死なのに天下に。我は剣心、軍神が申し子なり。逃走頼む。綾が命じます。武を存分に振るいなさい。脅かす武田を退けるには桂山城の奪還が必須です。先に破却した旭山城を再建し、これを上杉本陣となさい。見事、我らも
敵を引きつけ、上野原の武田軍を分断すべし。討ち取ってはなりませんよ。誘引に徹するのです。どう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 。不審の日を。何とぞ我らをお導きくださどうどうどう。安心なさい。救いの手の元に。剣心は決して見捨てません。あは。憎き信玄めを打ち払った後は、我ら剣心公に忠節を誓いましょうぞ。敵将撃ち取ったり
何時が逃走だ。天も読みせる。この気迫で進む。強い。これはかなわぬ。なんじゃ。そろそろ決着をつけようかね。開門。武田を一掃し、毘沙門天に完全なる戦を支える。一剣士は毘沙門天の結晶、風林火山の剣を破ることができません。いけ、目をひねりちゃう。いや、わし嫌われ者かな。結晶撃破。この気迫で進む。なんて強さだ。いい目をした若武者じゃの。この気迫で進む。これはこれだ。味わってみるか。敵将撃ち取ったり。なんて強さだ。見事我らも続かねば。劣勢だ。まずい。役目を果たしました。神の軍略地層になった。いやというほどな。何やら嬉しそうね。姉上、剣心は今日宿敵を終えました。あら、ついに見つかったのね。剣心が対等に軍略を戦わせられる相手が。武田信玄、それが宿敵の名です、姉上。あなたが軍略を十分に発揮できぬまま戦を終えねばならぬことがなくなるのですね。あ、剣士、どこへ行くのです、剣士。相変わらず一つのこと。汝の魂は磨かれていく途中にある。覇者剣将、蛇を払い道を見出すがよい。
信玄と謙信が川中島で戦いを繰り返していたその頃、駿河の今川義元が動きを見せる。上洛して天下に号令せんと3万の大軍を催し精神を開始したのだ。今川軍は上洛の途上、織田領尾張に侵入。織田側の丸根砦、鷲津砦を囲んだ。迎え撃つ織田の兵力はわずか3000。束ねるはうつけと聞こえた織田信長であった。降伏せんとの進言をよそに敦盛を舞う信長だが、突如わずかな手勢を率い出陣する。織田軍は豪雨の中を疾駆し、田楽狭間にて休息中の今川軍を急襲。混迷の世に一つの流れを生む一戦がここに始まろうとしていた。第4話、桶狭間の戦い。乱世を払う嵐。
問う時が来た。信長に時を進めよと望むかと。宝ば引け、引かば追い崩せ、是非を追い倒せ。信長はこれより天下に武を敷く。お、お前ええ目をしとるな。わしは秀吉、共にてっぺん目指そうや。俺は柴田が軍に名高き槍のマタザってもんだ。この戦で男を挙げてやろう。
今川本体に気づかせず前線の敵を捕風まし鷲津砦を狙う敵を撃って100で進む。なんて強さだ。ようやった。どうしたもんじゃ。相手に不足がしてるよ。いざ。
吉本殿への義理は立ったであろう。ようやった！見事なもんじゃ！秀吉！敵は全然減ってねえぞ！この調子じゃ持たねえぜ！おそらく信長様は奇襲かける気を見計っとられんさ。全ては奇襲がうまくいくかどうかだ。熱くなってきたぜ！開門！開門！どうも平和を戦つ。押して割る。どうも。はい。どうも。急げ。どうも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 。地獄への序章に進む。さすがは信長様じゃ。一味も二味も違うわ。撃破！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 撃破
敵本陣に突入。義元を討て。大詰めってやったな。血がたぎっとやがったぜ。わしもじゃ。やっぱ信長様はすげえ。乱世を終わらせんのは信長様しかおらん。やったが100年目よ。どう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 
ありがとうござりまする。今川の支配を逃れ、三河の地を取り戻すこと、叶い申した。桶狭間は始まりにする。信長は天下を武にてねじ伏す。日の本を一つの地平となす。野村様にもその活躍印象に残ったろうて。どうじゃった、この桶狭間の戦の印象は。信長様には見えとる。この国の行く末がこの戦の勝利なんぞ見え見えに見えとられた。じゃからわしらはこんな絶望的な戦でも怖くなかったんさ。普通に戦えた。わしにはそれが逆に恐ろしかった。怖いっちゅうか真似もできんし、理解しきるなど到底無理。まあところでお前、諸国修行の武者っちゅうが、なんぞ志あってのことなんか。なんじゃ、それじゃ引き止めるわけにはいかんのか。前のような奴が一緒なら心強いんじゃがの。しゃあないわ。お前の旅の無事をこっから祈っとるわ。気が向いたら大竹に来い。待っとるぞ。